現状、ストリードの連携、それにより、利益は発生する、現実はある。ただ問題は、それ、を作った存在、というのはやっぱり相応の独裁性、思想誘導性それを持ち、その先が太平洋戦争前の、あるいはそれであることだ。ともかく、物理に対して否定は、意味がない、はず。物理には、物理的な盾、を持たねば耐えられない。その時、否定、それと同時に同意はそこにある。同じ原理を持っているのだ、そこにあるものとは。その時、あるいは突破は、あり得る。スターウォーズとプリティウーマンは同じく面白い映画であるかもしれないが違うものだ。認めることはできる、数値的には同じである。ただ、同じ価値観ではない?ともかく、お金にならなかったら意味がない、のだ、そこは今も昔も原理か。それは、売春より効率的か?